応援しましょう、大ちゃん、よろしく。おげおげお待ちましょう、大ちゃんです。いいよ、朝一番のミサイルに乗って千葉県館山から駆けつけてきました、よろしくお願いします。楽しい時間というものはあっという間に過ぎてしまうもので、次の曲は最後の曲です。ありがとうございます。いや、次の曲の後にアンコールも何もなければ、1曲で終わってしまうことでしょう。じゃあ一発ぶちかましたいと思いますんで、イカしたロックンロールナンバー聞きたいか、イカしたイカしたロックンロールナンバー聞きたいか。おいぜ、イカしたロックンロールナンバー予測聞いてください。セクロの手を下から続くまで、サブちゃん下ろしますんで、それ森進一、この感じだと2時間くらい続きますけど、ダメやなんだよ、ハタ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 、レッサーパンダ、あれ、あ、トラ柄の帽子探してたらここに行き着いてしまいました。ヘヘヘヘヘカラオケ見たよ。あ、俺も見た。じゃあ時間を縮めますんで手拍子お願いします。よさくよさく、you're so good.
テレビっていうやつの、あのワンシーンをちょっと再現したいと思いますんで。おはようバズーカ。ちょっと違います。あのロカビリー特集のやつですね。あの全曲わかる人がいたら、あのかなりマニアだと思いますんで。いねえだろ。いや絶対これだけ人数いたらいると思います。先生好きにいいですか。あ、もう全部入れますんで。いきますよ。花宮くんか。最近夢を追ってない、若者が多いんで、夢を追えようということで、じゃあ、作ってきました。いいのか、それは。かっこいい。どんなアップしてる。バンドの特注は、特注はヒーカップです。ペペ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 リスペクトしてますので、ちょっと頑張りたいと思います。いきます。
元気が出るテレビで検索すると出てくるそっくりです自分のちょっとお気に入りはデベルスあたりがもう最高にさすがなんですけどですね、本当にじゃあオリジナルを歌作ってきました。あの私はこう見えてですね、あの2回結婚してるんですよ。2回離婚してるんですけどね。アメヤさんと一緒じゃねえかよ。はい。あ、趣味結婚特技離婚ということで頑張ってるんですけども、本当こう思うわけです。あの最後の奥さん出てった時はもうこの変態野郎って言って出ていくぞ。もうもっと家族を大事にしなきゃいけなかったなって今となって思うわけですよ。あ、僕はね、あの絶対やろう、あれちょっと間違いに言ったんだ。ちゃんとね、あの家族愛の歌、まあ、反省しまして家族愛の歌を作ってきましたんで、ちょっとしんみりするかもしれないんですけど、僕はお母さんのお腹の中にいる時の思い出、ちょっと家族愛の歌として作ってきたんで、あの聞いてください。その時点で変態じゃない。大丈夫ですか。真面目に歌います。一緒つけ。あれ、これカラオケ入ってるやつよね。カラオケ入ってますね。あのカラオケにジョイサウンドで入ってるんで、それあのぜひ、それダメだろ。ポニー映像だよね。ポニー映像で、あの工場両足の隙間をくぐり抜けてあのアップロードされてしまいましたんで、あのじゃあ今日はサビだけでも覚えて帰ってください。ローリングパパ。ママの中にいる時の記憶が蘇る。足が入る指が入る。それをずっと見ていた。さあ行きますよ。皆さん一緒に。
ままの中に行くのに強くなるようにじゃなくて最後ラストソングになります。じゃあこれがカラオケに入ってるのか。これ入ってます。入っちゃいました。通るんか。通ってしまう。AI も気づかない技だ。愛してるの強さ、甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。水素水素に愛が芽生え、お互いの知っておいが終わる。水書いてありました。こんなに好きにさせておいで、勝手に好きなんてはないでしょう。逆恨みするわけじゃないけど、あなたは本当に良い子だわ。だから私の恋がいつも
ありがとうございました、大ちゃんでした。以上で。ご感想を。あれ何をしろって言うんだよ。あ、時間がちょうどあと5分まで。おお、いないよ、来ないよ、来ないよ。アンコール。アンコール。よさく。よさく。よさく。あ、いいな。それ森進一なんですよ。いや、あれやったよ。大ちゃん、時間ないよ。検討値の限界を超えましたけど、最後、じゃあ最後だけ。何をしよう。おお、いいね。世界平和のために歌を作りました。お、名曲。大ちゃん、うまいじゃん。分かったから、行こう。この素晴らしい地球のために僕は何をしよう。明日の素晴らしい地球のために僕には何ができる。その口やめよう。君様が今日の私の場合は海は一つ子供たちのためダメそれ。エルヴィスの中は世界のっぽいやつ。行きましょう、サビ皆さん一緒にエビバリスティー。何をしよう、行きますよ。何をしよう、この素晴らしい地球のために。何をしよう、健全な青少年のために。何をしよう、思い立ての中学生のように。何をしよう、たまには左手で。何をしよう、たまには道具を使いながら。
Oh, 何をしよう